beak in your eye. OK! 強すぎ。やっぱね、これサプレッサーついてるっていうのもあって、こうね、周りに NPC とかいてもバレないっていうのが強いね、ガチで。今、緊急で動画回してます。どうも、神ゆきです。DMZ の一番強い、テンパスレーザーバックのカスタムを教えていきたいと思います。ボーゾンでも DMZ でもどっちも使えるカスタムとしてね、ご紹介していきたいと思います。それじゃあ早速ね、やっていきましょう。レッツゴー。ということで、今回持ってきたレーザーバックのカスタム、こんな感じになってます。ということで、今回はアシカアイランドでやっていきたいと思います。まあ、ここはね、もう戦場も戦場、やり合いがすごい多いので、こいつで実験していきたいと思います。じゃあまずはレベル1。はい、こんな感じですね。まあヘッドショット一発なのはまあもちろんですけれども、普通にね、動物のところももうまあ何も言うことないってぐらいね、はい、強いです。でレベル2ね、見つけたらまた撃っていきたいと思います。さあ、それではレベル2のね、アーマーの NPC も撃っていきたいと思います。はい、ヘッドショットはこれもね、同じく一発かな、ちょっと二発かな、レートが高すぎてちょっと見えなかったんですけど、ほぼほぼ気にならずにヘッショだったらすぐに倒せるって感じで、同打ちはちょっと時間かかるけどね、特に打っててリロードがすぐ必要だなみたいな、困るなっていう感じも一切ないですね。ここまでは高確点。でね、問題はやっぱり、この DMZ モード一番苦戦するね、NPC レベル3アーマーのやつ倒していきたいと思いますよ。さあ、いましたね。こいつこいつ、レベル3ヤマ打っていきましょう。あー、やっぱヘッショでも結構必要だな。同打ち行ってきます。あ、でもこの感覚だったら全然いけるかもしれん。でマガジン1個でね、リロードなしで2体倒せればね、結構合格点といったところですかね。まあなんで対 NPC はいい感じ、普通に使える感じですね。こういう風に連戦してみても全然ね、残り4発で残るんで、まあ大体 NPC3 体ぐらいはリロードなしでも頑張ればさばけるかなといった印象ですね。まあ非常に優等生な感じしてます。キルのタイムも結構早いし、何よりね、このカスタムの反動ないんですよ、ほぼ。ほらこういう感じでめちゃくちゃ素直なんで、これね、普通におすすめです。まあ終わったらね、カスタムの内容もね、公開していきたいと思いますよ。この後ね、プレイヤーとの戦闘を見ていただきたいと思います。どれぐらいまあね、DMZ の戦闘に通用するのか見ていきましょうか。で、やっぱりね、DMZ 遠距離、近距離どっちもあるんで、まあ、ウォーゾーンだったりとかね、どっちかというとモダンオーフェア、普通のね、マルチプレイヤーとは違う射程になりそうなので、しっかりとね、その強さ見ていきたいと思います。もういるぞ。OK、まずは一人。これ倒さずにスクワットマークした方がいいな。さあ、位置探していく。さあ、一人ここにいる。OK! 二人目ゲッチュ。ここっすね。オッケー、2人ともキル取って来てるよ。横すぐ近く来てる。真横や。オッケー、これは強い。普通にね、強いですね。 SMG の距離感なんだけどね、これ今の。だけど勝っていきました。非常にコンバットナイフ持ち込んでるやつなんておるん珍しすぎる。ワンチャンこう来そうな気がすんな。なんか、あ、いた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 、あれだ。見つけた。オッケーオッケーオッケー。ちょっとやっぱね、若干、この遠距離ぐらいになると反応がちょっと厳しい時あるかも。オッケー、いや、でも強いわ。でも強いよ、これ。あ、ちょっと待って。かきる取れない、かきる取れない。危ねえ、危ねえ。マジ危ねえ、危ねえ。やっぱね、ちょっと遠距離はね、連射速度が速い分、ちょっときつい時はあるかなって感じかな。さあ、ただね、2キル取ってきましたね。で、金庫も解除できたんで、いいアイテムが入ってることを願いながら、あいつらあさりに行こう。あ、向こうだ、車いる、車いる。あれ逃げてやがる。残念。逃げ慣れしてますね、完全に。ただですね、このゲームは、降りた車が、ちゃんとですね、マップに乗っちゃうんですよ。で、このね、SUV の、2グループだったんで、もうそれをね、マップで見つければ、だいたい位置がわかるっていう。だから乗り物ってね、結構リスク高いんですよね。移動できるとはいえ、アシカアイランドとかボンデルではマップが小さいせいで、あんまね、乗り物のメリットないような気がする。さあ、ただ見つかんないのは意外と走り続けてるっぽい。あ、いた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 ！いたいたいた！ SUV、赤いのさ、駐車して、充電してますよ。ガソリン入れてる。残念ながらそこを狙っていく。オッケー、ワンダウン。さあ、もう一車両来た。助けるぞ、絶対。さあ、バレたかも。さあ、一回伏せて。
うおうまい。スナイパーライフル、ここ位置移動したいね。見られてるってことは一回移動して跳ねていく。さあ車線変えた。いや逃げられた。マジであいつあいつら SUV しか乗らねえ。なんなんだよマジであいつら。クソ逃した。オッケー、撃ってる位置分かった。あれだね。はいはいはい、煙の中にいますわ。さあ戦っていきましょうか。テンパスレーザーバック、どれぐらい強いのか。アシカアイランド中距離戦での戦いです。レッツゴー。さあまずはワンダン、まだ気づかれてない。さあツーダウン。さあこれ攻めていこう、攻めていこう。これ多分蘇生入っちゃうんで詰めます。さあツーダウン、火球入れていく。さあこれ蘇生入ったんで一回下がって爆弾入れる。爆弾2個目。これどこまで移動した。迫撃砲撃たれたのちょっときついんで一回下がりますよ。おいた、目の前いる。さあこっち入って移動して反対側、窓から撃ちたい。いないね。ここか、違う、 NPC に変わってる。おー、わかんねえぞ。あ、まあ、目の前にいた。一回上上がりまーす。残念ながら蘇生入れられたっぽい。お、上にいる、上にいる。触ったぞ。オッケーオッケー。こちらスキンも変えてきました。これでいいんじゃないか。今回のザ・ボーイズのスキンと一緒にね頑張っていきたいと思います。なんか心なしか打ち心地いいかもしれん勘違いか。じゃあねやっていきましょう。待って、目の前じゃん、真横にいるわ。オッケー、強っ。待って、強これ。やっぱりね、これね、サプレッサーついてるから、こういう風にね、今、周りに NPC めっちゃいるんだけど、これ NPC に気づかれてないの結構でかいっすね。意外と救助、あ、いたいたいた。え、バレてない。よいしょー、オッケー。罠という罠がみんなに引っかかっていくぜ。みんな、あ、いたいた。さあ、割ったが、これ、サーマシンガン。はい、出てきたところ、撃ち。あ、待って、これ、もう一人来れ。もう一人来れ。同じ階層にいるぞ。抜けた、早すぎる。スピーディーな抜けとスピーディーなプレイング。俺じゃなきゃ見逃しちゃうよ、これ。で、目の前にいるぞ、これ。逃げている。逃げているんで追ってきます。同じ階層にいるぞ。外側ぐるーっと回っていって、あ、戦ってる。一人地下にいるんで、そいつ倒しに行きましょうか。ここにいる、ここにいる。出会えるかも、ここで。いや、さらに地下だ。もっと地下にいる、これ。ここっすね。じゃ、行ってみる？オッケー、強え！強すぎ！完全に見張られてたのに。じゃあ、もらっていきましょうか。じゃあ、さらに購入ステーション行って UAV を買いに行く旅が始まります。このままね、誰もいなそうであれば、脱出してね、クリアしていきたい。いや、いいわ。普通に、これは、結構、シーズン4。まあ、おっと、いるぞ、いるぞ。オッケー、打ち勝っていく！これ、強！強すぎる！いいね、いいね。これ、まだいるんじゃないか、そして。中入っていく。足音聞こえる。さあ、ツーダウン。取っていく。こっちにクレーモア。爆弾だからクレーモアじゃない。扉閉めて、サーチしてみる。さあ、猫を拷問。これ、絵面的にどうなんだ？大丈夫か？あー、抜けたってことはいないね、これ。いなくなりました。オッケーオッケーオッケー。ということで、3パーティー目、光の速さで壊滅していきました。いや、強いわ。普通に、嘘なしでね、これ多分 ISO とかの連射遅い武器だったら、多分勝てなかったと思う。この連射力ありきの戦いでしたね、今の完全に。まあ、これで撃ってなかったら、もう多分ね、結構プレイヤーも倒したし、おぉ、いるわ。待って、いるいる。行きます。あ、待って、これ気づかれてないか、ワンチャンいける。よいしょ。よいしょ強すぎる！テンパスレーザーバック違うわ。初めてやった、後ろからの活気る。さあ、アドバンス撃たれたんで、近くにいるぞ。UAV ないんで、この人をね、物理的な UAV にしよう。殺されて、殺されて、身ぐるみ剥がされて、かわいそうに。さあ、敵ここっすね。ありがとう。お、戦う気満々かな、もしかして。この人ソロだったっぽいかな。ソロだったか、あのパーティーと味方だったか、どっちかですね。味方だった場合、ワンチャン裏切られる可能性あるんで、ちょっと注意して戦っていきましょう。あれが多分最後の敵。ここだね。本物の強い銃になっていく。頑張っていきます。おっと、今割れたぞ。っていうことは、どこだ？
俺もうさ、クレーマーじゃなくてなんだっけあれ、マイン爆弾どこに置いたか置きすぎて忘れちゃったんだけど。さあアドバンスエーブ撃ってた。さあ焚いていきます、アドバンスエーブオンライン。さあ位置はどこだ、ここだ。ってけばワンちゃん普通にこれゴリ押しでいけるんちゃうかということで詰めていきたいと思います。さあアドバンス UAV 側に一人いるのと、ここにもう一人いる。さあ位置バレたぞ、打ち勝っていく。強すぎ、強すぎる。さあもう一人絶対詰めてくるんで逃げます。一回下がって、まだアドバンス UAV 効いてる。位置バレてる、位置バレてる、こっちも分かってる。いや、UAV タワー強いね、いいね。ただ、アドバンス UAV も負けてませんよ、ということで、遠距離の打ち合い。終わって終わったが、これはさすがに無理か。もう一回リロード？きつい。さあ、向こうもリロード入った。左側から詰めてくるの見えている。見えているんで、こっち構えて。さあ、終わった。さあ、終わったんで、これ SMG に切り替えて撃ちて、撃っていくぞ。これ強いよ、マジで。強すぎて撃ちていくって言っちゃった。数の暴力ね、せずね、普通に戦いたいんで、今回はこの人たち助けずにね、普通にこのままやっていきたいと思う。もしかしたら味方が蘇生しちゃうかも。M13B でしたね、この人も。M13B の打ち勝っていくと。味方やっぱ助けちゃうわ。まあいいわいいわいいわ。さあ、ちょっとボスキャラもね、いたんでちょうど、ジャガーのどれぐらい倒せるかっていうのもね、見ていきたい。まあ3マグぐらいだね。3マガジンぐらいで倒せる感じですね。まあ弱体化入ったんで、まあ、そこまで強いっていう感じじゃないかな、ボスに対しては。さあ、というわけで無事脱出いたしました。なんか3人パーティーということで、もともと3人であったかのような脱出。いや、マジでね、こいつ普通に強いです。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。まあ、動画見ていただいた通りですね、遠距離もギリギリ戦える、そして近距離激強アサルトライフルとして、天髪レーザーバックは引き続き使えるような感じがします。シーズン5ね、調整がなければこのまま使えるということで、完全にこれはメタウェポン。メタ武器だと思いますね。ということで最後ね、こちらのカスタムご紹介していきたいと思います。さあ、というわけでバレルからご紹介していきたいと思います。まずバレルは18のティラック。調整こんな感じ。マズルはエコーレスの80。調整はこんな感じ。アンダーバレルはコマンドフォアグリップ。調整はこんな感じ。そしてリアグリップは ERG の X1。調整はこんな感じ。そして最後、サイトはスリムラインのプロ。調整はこんな感じです。はい、というわけで、まあね、結構カスタムとしてはね、まあ、数値見ていただければわかる通り、威力とか命中率に振っているカスタムになってます。反動少なめの、本当に狙ったところに届くカスタムになってます。遠距離もギリギリ見ていただければわかる通り戦えるレベルにはなっているので、こちらね、マジで M13B とか M4 とかの大改案として皆さんいかがでしょうか。ということで、様々こういった DMZ や FPS の動画上げていきたいと思います。脱出系シューター大好きな方は皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter のフォローもね、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching! GG!